Welcome to 沖縄メンソーレ沖縄ハイサイぐすよ中華鍋ら。今日はですね、ちょっと手抜きをして、手抜きだけどヤギにとっては、美味しいごちそうを作ろうと思います。今日のヤギの夕ご飯はこんな感じです。見えますかね。トウモロコシと大豆と干し草がもう少し入っていて、いろんなのが一応栄養価の高いのが入ってます。普段は、朝揚げることが多いですね。特に雨降りとか天気の悪い時、プラス今日のごちそうはじゃじゃん、バナナです。もう、完熟してます。完熟のバナナ、出来損ないの完熟バナナ、皮もよく食べるんですよ。一番でもヤギが好きなのはですね、バナナの皮が好きですね、ヤギたちは。で、過去の反省、バナナたくさん植えてるんですけど、出来損ないのバナナを青いうちにたくさん与えすぎたらですね、下痢をさせてしまってっていう反省があるので、今は青いバナナは葉っぱは与えますけどね、実は与えないようにしてます。完熟バナナ出来損ないですけどね、これ美味しいんですよ。やばい、これが夕ご飯食べられなくなるぞ。ということで、真面目にヤギたちに与えようと思います。今日は雨が降ってるんで、今日は青草はなし。これだけじゃちょっと足りないので、あと干し草をあげたいと思います。バンビー、しーちゃん、今ヤギたちがもう騒いでます。お腹すいた、お腹すいたって騒いでますね。明日の朝もバナナ。お前たち明日の朝もバナナあるよ。なんか出来損ないって言っても、モンキーバナナみたいにちっちゃいけど美味しいです。もうバンビーたちがご飯を作ってるっていうのを分かって、こんな感じです。はい、バナナですよ。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 待ってください。あ、落とした。はいはい、ご飯あげる、ちゃんとご飯あげる。はい、ブーちゃんこっち、ブーちゃんこっち、はい、ブーちゃんこっち、ブーちゃんこっち。調理法だね。はい、大好物です。ボリ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 食べてます。バンビーとジョイナ、たまにこうやって頭突きして喧嘩したりします。バナナチップスだよ。はい、おかわり、はい、こっち、はい、こっち。